こんにちは、ドラジです。今日はですね、10月の2日、今現在ですね9時20分です。今日はですね、昨日ドローンがですね、調子が悪くて撮影ができませんでしたので、今日ですね、ちょうど2週間除草作業をしてですね、2週間14日経過しましたので、その状況をお見せしたいと思います。まず最初にですね、この管理ナンバー2のですね、サル対策で、今考えておりますビニールハウスのですね、骨組みを使って網をですね、害獣ネットを張った形のものをここに設置したいと考えております。マウチがですね、この 5.4 メーターですね、それと奥行きがですね、この白線で、書いてますが、白線で引っ張っておりますが、奥行きがですね最大20メーターですね、このようにですね、ここが20メーターの線ですね。最初の線が15メーターです。で、真ん中の線がですね、17メーター。一番奥の線が20メーターですね。このような設置を考えております。広さはですね、約100平米ですから30坪ぐらいですね。どんな形のものになるかと言いますと、向こうにありますようにですね、向こうにですね、ちょっと非常に古いものですが、このようなビニールハウスのですね、骨組みを使って害獣ネットを張るという猿対策ですね。このが管理ナンバー3ですね。こうですね。そしてその手前が管理ナンバーの4になります。いずれもですね、2週間経過しておりますので、非常にですね、効果が出てますね。除草効果が出てますね。これが管理ナンバー4です。今回はですね、除草剤、原液をですね5リッター、当初考えてましたが、ジェットノズルの交換、また念入りに除草作業したということもありですね、倍の10リットル使いました。希釈してですね、600リッターですね、ですから約希釈は60倍ですかね。これが管理ナンバーの5です。
このようにですね、素材ごみがたくさん点在しておりますので、次の段階ではですね、これを回収したいと思っております。これがですね、全体像です。約900坪ありますね。手前はですね、これ清高和田裾の群生ですね。左のこの手前が管理ナンバー3、右が管理ナンバー、そしてコンテナ基地ということですね。ちょっとですね、雨が降り出しましたです。このドローンは防水ではないので、雨には弱いので、撮影をですね、中止したいと思います。大変ですね、秋らしくなってきました。ススキですね、ススキ、キスス、ススキの花ですね、ススキ、キスス。はい、そして、これがですね、清高泡立ち草ですね。これが清高泡立ち草、外来種ですね。非常に繁殖力が強いです。このようにですね、花がですね、もう少しすると満開になってですね、花粉が散るようになりますね。あまり体には良くないと言われておりますが、ですね、こちらの方がですね、今撮影しましたんですね、間口 5.4、 長さ 20m のですね、ビニールハウスの骨組みを使ったですね、害獣ネットを張ったですね、ものをここに設置予定です。そしてこの両端は3メーター、こちらの端も3メーターということで、これはいわゆる通路ですね。できればですね、0から20ミリの砂利を入れて整地をしたいということで、ここのビニールハウスをですね、完全に両端をですね、3メーターぐらいの整地をしてですね、両端通路になしたいと。まあその通路はですね、農機具、特にトラクターをですね、管理ナンバー向こうの4と5を耕す場合にこの通路を利用するということとですね、もう一つはですね、害獣、特にイノシシ、シカ対策ですね。それでこの幅を開けております。そしてこちらの方にですね、2メーター、高さ約4メーターが一番いいんですが、2メーターのですね、パレット、樹脂のパレットですね、これをいただいたものをですね、こちらの方に並べたいというように考えています。これがですね、奥行き最大35メーター、これが20メーターですからね、30から35メーターぐらいあるかと思いますので、パレットはですね、約幅が 1.5 ぐらいだと思いますので、20枚くらいですね、こちらに並べたいというふうに考えています。
そして高さはですね、まあ1メーターぐらいなんで、できればですね、2段重ねにしたいということで、3メーターぐらいをですね確保したいと思っております。こちらはですね、上のですねコンテナ基地からこのハウスまでの距離はですね約5メーターを取っております。ここも同じようにですね0から20ミリの砂利を入れてですね、そして、軽トラがこちらの方に入ってですね、肥料オール鉢とか鶏粉ですね、牛粉あるいは駆動石灰とか一袋ですね約15から20キロぐらいの重さになってますので、結構ですね体力的に厳しいものがありますので、できるだけですね、このハウスの近いところで、肥料を下ろしたいと、そしてこの中へ入れて、使用したいということで、ここまでですね軽温が入れるように成長したいと思っております。幅が5メーターで、このこちらの幅ですね、これが約11メーターぐらいありますかね、この石垣から向こうの道路前ですね11メーターぐらいあると思います。今日はですね、いや昨日ですね雨が降ったので、気温も下がっておることながらですね、このようにですね雑草が、除草作業でですね枯れて、完全にしおれておりますね。これがどんどんですね時間経過約1ヶ月すればですね、この草がですねどんどん、土に帰る、そういうことになりますので、トラクターとか耕運機を入れてもですね大丈夫だとは思います。ただですねこのように、下の方はですねもうすでにですねまた小さなこの雑草の子供たちがですね大きくなるのをですね待っておりますね。ですから10月の末11月にかけてはですねまたこの雑草がですねどんどん大きくなりますので、そうならないうちにですねトラクターで耕したいと思っております。まあできればですねこれが乾燥した状態で燃やせばですね、石灰ということの意味合いもあって弱アルカリ性ですね土地を変える土質を変えることもできるんですが、いかんせんですね、まあ、一人で、燃やすということは少しですね危険が大きいのでですねドラジーは燃やすことはやめております。まあ別にですねその消防署とかですねそういうところに連絡をしてですね燃やすことをすればですね別にこの市としてはですね問題はありません。ただですね必ずその事前連絡をしておくということが必要になりますね。まあ、ドラジの今住んでいるところではですね燃やすことは一切できなくなっております。やはり住宅地になってますとですねやはり煙の匂いですねそういうものの問題がありますので、住民からですね周りから苦情が出ますと市としてもですね、認めるわけにはいかないということで、禁止となっております。場所によってですねそのように許可を取れば燃やすことはできるということですね。
このようにこれが管理ナンバーの4ですね。こちらが管理ナンバーの5です。9月18日にですね、除草作業をした時にはですの映像を YouTube 載せておりますが、雑草がですね、これが全て立って、青々としておりましたが、今現在はですね、ここですね、この手前が20メーターです。向こうまでね、で真ん中のラインが17メーターですね、そしてこちらが15メーターということで、できればですね、希望は20メーターのハウス、約100平米、で、30坪ぐらいになりますかね。今ドラジの借りている菜園のですね、1区画が50坪なんですよ。約ね、50坪、150平米ぐらいになっておりますので、それの1区画50坪の約6割ぐらいの広さなんですけどもね、まあ野菜の販売とかいうのを考えておりませんので、自宅で消費あるいは趣味程度で今のところは考えております。このハウスの中はですね、そして、ハウスをしていない3や 4番5番の耕作放棄地はですね、今後いろいろ何をするかと、何を植えるかということも考えたいと思います。まあこれはですね、害獣対策の関係もありますのでね、害獣のイノシシとかシカが出ますので、もちろんサルも出るのですが、野菜を作るというのはちょっと難しい感じがいたしますね。まあ聞くところによるとですね、菊芋とかいうのが あまり被害はないようなことを聞いておりますが、まあ菊芋をですね、そんなに、作っても販売するということも難しいかと思いますので、まあ菊芋というのはですね、あの向こうのセイタカアワダチソウですね、あれぐらいの大きさになるんですね。以前ドラジも作ったことありますが、菊芋、漢方薬などにいいんですかね、乾燥して菊芋の粉を飲むとかいうので、健康食品の一環ではあるようですね。まあ今後ですね、そのあたりも含めて、害獣イノシシ、シカ、お猿さん等にですね、強い無視される作物があればですね、それを選定してですね、植えたいとも思っております。まあ、いずれにしてもですね、先に今の状況では無理ですので、トラクターを入れて耕すということからのスタートですね。まあその前にはこういうゴミのですね、回収をして分別をしてですね、撤去するということが一番この次の段階ですけども、その作業をですね、早く取り掛かりたいと思います。あの9月18日にはですね、最後の YouTube に載せておりますが、赤トンボがですね、もうすごくおりましたですね。ドラジーを頑張れという感じでですね、赤トンボはですね、たくさん応援をしてくれておりました。今現在はですね、気温の関係もあってですね、赤トンボは1
匹も、一匹おりましたですね、ここに。わかりますかね、止まっておりますね、赤トンボが。ちょっと逃がしてみましょうか。わかりますか、逃げましたね。こういう感じですね、一匹おりますね。やはり、人間の社会にもですね、一匹一人部隊というのもありますが、ここがですね、管理ナンバーの3ですね、これが老朽化した前の方が使っておりましたビニールハウスですね。これはビニールハウスです。ある柿の葉っぱですね。非常にドラジーはこういうのを見るとですね、桜の葉っぱもですが、懐かしいですね。特に昔ですから、小学生頃にですね、秋の遠足とかですね、こういうものを絵を描いたりですね、大変懐かしい思い出があります。幼年期、小さい頃、特に小学校時代をですね、低学年時代をですね、よく思い出しますですね。まあどんどん年を取った証拠でしょうか。山はですね、このように紅葉が始まっておりますね。確実に春です。あ、春じゃなしに秋ですね。確実にある秋が来ております。まあ暦の上ではもう10月ですからね。ビニールハウスの骨組みを使ってですね、害獣ネットを張り、お猿さん対策のビニールハウスの設置箇所とですね、撮影と、9月18日にですね、除草作業をしました。その効果、15日目になるんですが、ドローンで撮影をしてみました。それではバイバイ、以上でーす。前の動画でですね、谷水からですね、清水を 100m のパイプを使って引き込むという動画をアップさせてもらいましたが、今日はですね、1週間後ぐらいになるんですが、水の状況を見てみたいと思います。谷の水はどうなっているでしょうか。いい感じですね。変わりない感じです。このようにですね、谷の水がをですね、せき止めて、ですね、あちらの方に、水中ポンプを置いてですね、そして515ワットポタ電ですね、ポタ電で、電源をポタ電からですね引っ張って、100ボルトのですね水中ポンプを動作させて、水を汲み上げるということですね。今の状態がですね、この年中を続けばいいのですが、今は10月と初めですね、まあこういう時期はまだいいのですが、やはり水の少ない冬ですね。まあ冬は菜園にはあまり水は使わないのですが、春ですね、3月、4月、5月ぐらいに水がこの程度あれば、これ以上ある必要はないんですが、この程度ですね、安定してあれば一番最高にいいですね。はい、そういうことで、まあ今のところは水の確保はこれでいけそうです。ドラジ、今この GoPro の10をずっと前から使っておるのですが、
どうもですね、最近バッテリーの消費が大きくなってですね、バッテリーは5つ6つ持ってるんですけども、5分ぐらいしたらですね、バッテリーがダウン、多分熱暴走だと思うんですが、ダウンしてですね、強制で、シャットダウンしてしまうということでですね、何かいい方法ないかなということで考えたのがですね、このモバイルバッテリーですね、これに今 USB からですね、電源 5V の 5V でしたかね、 5V の 2A モバイルバッテリーからですね、今現在このGoPro 10に入れております。でこれにしますとですね、全く問題ないですね。もう撮影が20分ぐらい過ぎてると思うんですけど、シャットダウンしなくてですね、全く問題ないです。バッテリーを知らずにですね、この方法を思いつかずですね、バッテリーを1個2000円ぐらいしますからね、今までに10個近く買ったんですが、どうもこのモバイルバッテリーでですね、うまくできますね。水中撮影の場合はこれは使えませんけどね、このカバー、電池バッテリーのところのカバーを開けております。そうでない場合はですね、このモバイルバッテリーにすればですね、外から電源を供給するということにすれば問題なくですね、使用できますね。